ミニ GTA フィーリングを目指した紹介料。賞賛を集めるアルファロメオジュリアクアドリフォリオが登場したのは2016年。伝統のブランドへ。クラス最高水準の性能を宿すモデルを求めてきたファンにとっては、待ち望んだ恵みの雨のような存在だろう。後輪駆動のシャシーを適度にコンパクトなボディで包み、 純粋で機敏な操縦性を実現。クワドリフォリオのフロントには、フェラーリ由来とされる 2.9LV6 ツインターボエンジンが搭載され、鮮烈なパワーでドライバーを魅了してきた。そんなスポーツサルーンの登場から年月が過ぎ、アルファロメオは小変更を実施した。シンプルに本来の特性を磨くことで、 より優れたモデルへアップデートされている。通常のジュリアも2023年にフェイスリフトを受けている。ヘッドライトは静観さを強め。中央の逆三角形とバンパー両サイドで構成されるトリロボグリルを獲得。モニター式メーターパネルが採用され。インフォテインメントシステムも一新された。加えてクアドリフォリオの場合。 V6 ツインターボが再チューニングされ、最高出力は 521PS へ上昇。サスペンションやドライブトレインにも改良が施された。同社の技術者を率いるドメニコ・バグニャスコ氏は、ミニ GTA フィーリングを目指したという。四つ葉のクローバーのロゴ、クア・ドリフォリオが誕生してから、100周年を祝う特別仕様。 100アニバーサリオも用意された。世界100台の限定で、例のロゴはゴールドで縁取られている。英国への割り当て分は完売したらしい。機械式 LSD を採用強みはそのまま。シャシーへ受けた改良を見ていくと、内容は広範囲に及ぶ。従来のダンパーの減衰力特性と、 トルクベクタリング機能付きのリミテッドスリップデフ e ーデフの働きが起因するサーキットでの不安定感が改善されている結果として高負荷時にはオーバーヒート状態になることもあった電子制御の e ーデフは任務終了新たに加速時は最大35% 減速時は最大50%のロック率が与えられた。機械式リミテッドスリップデフが採用された。挙動をより予想しやすく、反応が素早く、従来的な操縦フィーリングを求めました。そこで前後のアンチロールバーを強化し、電子制御タンパーも、高負荷時の特性を中心にチューニングを施しています。と、 バグニャスコが説明する。ソーダに対しどれだけリアが追従するかという。リアアクするのフィーリングも改めています。ESC、スタビリティコントロールがオフの状態での。限界領域での操縦性も安定志向に振りました。もちろん、座面が低いドライビングポジションは従来通り。 バケットシートはしっかり身体を保持してくれる。操縦系のレイアウトは適切で、車載機能のインターフェースは一目瞭然。適度に引き締まったサイズ感など、ストロングポイントは変わらない。想像ほど知りやすさを強めたわけではない。フランスの行動を走り出すと、ミニ GTA という言葉からイメージするほど、 シリアスで緊張感が漂うわけではないことに関心する。穏やかなドライブモードにある限り。ダンパーはしなやかに衝撃を吸収し、乗り心地は落ち着いている。ステアリングホイールは軽くダイレクト。V6 エンジンと8速オートマティックは、日常的な交通へ見事に対応し、滑らかに市街地を走れる。稀に、 低速域でギクシャクする場面があるけれど、510PS から 11PS ほど増強された馬力は普段使いでは実感できない。2500rpm で発揮される 61.1kgmm という最大トルクへ変更はない。高回転域まで意欲的に吹け上がる素振りがわずかに強められた程度、中回転域でのトルクが太く、 レッドラインまで鋭く回る素晴らしい特徴はそのまま。エグゾーストノートをもう少し上品にし、エンジンの燃焼音が聞こえるようになれば、一層好ましい体験になるだろう。引き締められた足回りによって、カーブでのボディロールは確かに小さくなっている。だが、日常的な速度域では大きく印象を改めたわけではないようだ。 ひとしきり一般道で堪能して、パリの南へ位置するサーキット。オートドロムドゥリナ・モンレリへ場所を移す。路面は平滑とは言えず、カント角も強く。新たなシャシーチューニングを味わうにはぴったりな場所と言える。サーキットでの精度や熱意を獲得。コースインすると、すぐにシャシーが能力を向上させたことへ気づく。 高い速度域で路面の隆起部分などを通過しても、従来以上に路面を捉えて離さない。高速コーナーでのステアリングの正確性は高まり、情報量も増えているようだ。タイトなヘアピンからの立ち上がりでは、明確に安定性を増している。トラクションが増大したおかげだろう。従来のジュリアクアドリフォリオでコーナーへ突っ込むと、 電子制御リミテッドスリップデフが外側のリアタイヤへトルクを割り振り、豪快に脱出してみせた。しかし、刀テールスライドへ陥り、進行方向へのトラクションが失われる場面もあった。一方、機械式 LSD になったアップデート後では、全体的にマイルドさを強めている。それでいて意欲的にラインを狙え、 一層パワーをかけやすくなった印象。安定性が高まったことで、より不安感なく振り回せる。ストレートめがけた脱出加速も、ひときわ鋭くなっている。ドライバーが望めば、派手なドリフトへ持ち込むことも許容する。登場から8年目を迎えるジュリアクアドリフォリオだが、その魅力は当初と変わらない。 現在、新車で購入可能な高性能サルーンの中で、最も自然で落ち着きがあり、直感的に操れるモデルだと言っていい。さらに今回の改良を経て、従来にはなかったサーキットでの精度や熱意を獲得したようだ。なお、ジュリアは、数年以内にバッテリー EV へ置き換えられる予定にある。 アルファロメオジュリアクアドリフォリオ100アニバーサリオ欧州仕様のスペック英国価格78,195ポンド約1,368万円全長4,643ミ、mm、リメートル全幅1,860ミ、mm、リメートル全高1,436ミ、mm、リメートル最高速度 時速 307km で時速 100km 加速3.9秒燃費 9.9km パーリットル CO2 排出量 228Gkm 乾燥重量 1660kg パワートレイン V 型6機と 2891cc ツインターボチャージャー使用燃料 ガソリン最高出力 521PS 6500rpm 最大トルク 61.1kg M2500rpm ギアボックス8速オートマティック後輪駆動